おかあこー、クリハでーす。集まれ動物の森、ハッピーホームパラダイス、続きをプレイしていきたいと思います。本日は田んぼと一緒に病院に来ております。静かです。ここもまたなんか、BGM、オルオールかなんかつけようと思います。ということで、本日も、よろしくー。ちょっとみんな静かにしてください。みんな体調悪いんでしょ？ちょっと、おとなしくしてください。マスクしてください、私みたいに。ね、インフルエンザ流行ってるから。ね。ね、寒いから。マスクね、風邪ひいてなくてもつけとくだけでね、防寒になるから。あったかいから。あ、サントスが仲間待合室にいる。お、ダルマ先生、サントス呼びますか？次、サントスさん、サントスさん、みたいな。よし。じゃあ本日も頑張ってお仕事していきましょう。おはようございまーす。うん。お仕事しまーす。うん。じゃあ頑張ってね。はーい。よいしょ。ガチャ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 。ガチャ。で、行きまーす。さてさて、今回は誰にしましょうかね。ステージみたいなお部屋で優雅に踊りたい。バスケットの家具を集めて、ほっこりした空間で暮らしたい。リゾートな空間で暮らしたい。緑に囲まれたお庭で子供と一緒に遊びたいな。ボイストレーニングができる部屋が欲しいんだよね。なるほど。完成された場所よりも工事現場の方が興味あるな。工事現場さ、中覗いたこと当然ないからさ、わからんな。いいね、いいね。女子二人、いいね。ああ、いいね、いいね。いいですね、いいですね。ああ、幸せ空間ですね。つかさちゃん中入ったら？入らへんの？入っちゃうよ。秀吉は茶の心、ああ。伝統を受け継いだ空間で茶の心を感じた。いいね。危険と隣り合わせの場所で生活してみて。財産は絶対に守ります。見えてない、見えてない。茶の心いいな。アイドルもボイトレもいいな。物もなんか面白そうだよね。ただの爆弾魔じゃ、爆弾魔じゃねえかみたいな。はーい、また来ましたよー。誰います？アンソニーがおるね。アンソニーとなんだっけ、マリアだっけ。なんか前回もそんなような話をした。あ、じゃあタコリーナ。託児所があれば近所も喜んでくれるよね。タコリーナ前回見れなかったね。タコリーナの心が読めない。タコリ、タ
ポリーナの心が読めません。君は何も求めてないの。これ中、外出てまた中入ったら場所変わってるかな。はーい。うん、3秒後ぐらいにはまた来るわ。カミカミだわ、今日。場所変わってるね。よし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 。むっちゃ待ち構えてんやん。むっちゃ水差し持って待ち構えてんやん。アンソニーがお茶会を開こうと思った。ああ、いいね。いつも海を感じられるようなお部屋で過ごせたらし、素敵だな。お茶会。ああ、海。ああ、危険物。ああ、いろいろ。ああ、悩む。お茶会そうでーす。うん、聞かせて聞かせて。はーい。はーい、こちらこそよろしくお願いします。うんうん。甘いお菓子でティーパーティー、そうだよね。うんふんふんふん。はーい。甘いお菓子でティーパーティー、イエーイ。お菓子の家。ここいいんじゃない？第一候補。そうだね、ここにしようか。そうだなぁ。とりあえず一回でいいか。一回ばっかやねえかって突っ込まれそう。はーい。お任せあれ。はーい。甘いお菓子でティーパーティー。まずはアンソニーのお家は洋風がいいよね。そこまで大きくなくてもいい。ここら辺にするか。で、アンソニー黄色くて白くて青いから。あ、この扉いいんじゃない？ウェルカム！ウェルカム！青にするか。いいねー。よいしょ。あ、でも一人でお茶する。いやー、どうせなら友達とワイワイしたいよねー。
これでも明らかに一人用だよね。こうかな。あと何がある？あー、トピアリーもいいね。なるほどね。柵で、これ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 。家とかそう。あ、違う違う。よいしょ、よいしょ。で、ちょっと欠けちゃったから、付け足しとこう。よいしょ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 。あー、クッキーいいねー。お花、なんか、何なんだろう。バラを植えて、どこに植われた？あ、ここに植わった。はい。ちょっと竹の邪魔をしないぐらいで、ちょっとバラを敷き詰める。敷き詰める。置いて、生やして。どこに吊る？これか。吊るもちょっと生やしちゃう。あれ？どこ行った？戻ったのか。よいしょ。見えないと。ランプ。あ、いいじゃん。テレレン、テレレンってやつか。なんだっけと思って今、これ見てたけど。なんかいいのないかな。
ああ、買い物かご。ああ、蝶の模型とか。置くのもいいかもしれないね。物が多いよ。嬉しい悲鳴。物が多い。山鳥足。ああ、でも山鳥足はちょっとあれか。コーヒーの。コーヒーの木悪くないね。いやー、ほんとこう見るといろいろあるよなー。すごいボリュームだよねー。ずーっと思ってるけど。去年のね、アップデート、大型アップデートの時にもすげーって思ったけど、そうでなくてもさ。よいしょ。でかっ。でかっ、やめよう。思ったよりでかかった。そのアップデが入る前から結構な量だなーって、すごいなーって思ってたけど、アップデ入ってさらに増えてる。すげーなレベルじゃないもんね。あー、イースター。あ、トピアリーもいいね。ちょっといっぱい取って、イースターのプランター置いたらかわいい？悪くはないけど、ちょっと違うか。こっちの方がやっぱいいか。回す。よいしょ。よいしょ。どこ生えた？ここ生え。思った雑草じゃねえ。これ雑草のさ、あ、変えれる。よしよしよし。オレンジ欲しいね。ワンポイントで。どこ生えた？これ以上いかんか。
間違えた。間違えた。ちゃうちゃうちゃう。ちゃうねん。小物でお花感。花関係。家具。ローボードみたいな。ちょっと竹の低い。と思ったのがないな。ごちゃごちゃしてんの。なんかすごいごちゃごちゃしてるな。テレレン、テレレン。悪くはないがごちゃごちゃしてんな。ちょっとオレンジの割合もちょっと低いけど、まあ低いというか少ないけど、まあいいか。はい、中行きましょう。高原高原とはまず壁紙。回路地。あー、なるほどね。テラコッタ、これでも全然いいか。仕切り壁。待って、まずこれ開けてない。よいしょ。ちょっとこれこっち持っていきましょうかね。よいしょ。ああ、間違えた。間違えてない。こうして、ちょっと、ちまってきて、こう幅取るなぁ。間違えた。よいしょ。あれ。
よいしょ。そこにできんの。家具でさ、これ探すの大変だぞ。誰だっけ。あ、これ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 。いいじゃない。ちょっと、壁紙アクセントつけるにしてもどうしようって感じだな。かな。難しいな。アクセント難しいな。便利だと思うんだけど。難しいな。よいしょ。とりあえずまあ。家具。机が欲しいです。おしゃれな机が欲しいです。おしゃれな机って何ですか？教えてください、誰か。これわちゃわちゃ乗ってんの？あ、そっか、ウェディングバースデーか。一緒色。アルミウッドテーブル。あ、違うよね。これか。ああ、嬉しくないのか。家具でさ、探すのが大変。あ、そうそうそう、街灯、街灯。ああ、この隙間気になる。な、0.5 はみ出したように見えるのちょっと気になるな。
おしゃれなカフェみたいなとこって、あとどうなってるっけ？あんまおしゃれなカフェ行かへんからな。とりあえず、看板あるよね。そっか、ケーキショーケースを置くってのも手だけど。0.5じゃ何もできひんな。0.5何もできひんな。あと何があるんだ？マウンテンバイク置いてあるのちょっとおしゃれだね。ちょっとおしゃれじゃない？自画自賛。でもなー、1だもんな、これとか。そうだよね、この隙間入られへんねんな。そうだなぁ。どういうのがあるんだろう。あ、そっか。これ、植物パーティーでしょ。置く場所なくね？置く場所なくね？置く場所？なくね？自転車この向き変でしょ、やっぱり。縦を伸ばすか迷いどころさんやな。いやー、でもこれはいらんか。なんかあったらあったで、おしゃれには見えるんやけど。何が今の受付カウント。一二の調理台みたいなのが欲しいよね。二二の調
調理台はあるけど、1、2の調理台って。悩ましいな。キッチンにあってもおかしくない机。色がないんだよな。やっぱちょっと事務机系をそれに見立てるしかないか。ちょっと違うなぁ。なかなかないねぇ。これ後ろから見えちゃうもんね。やっぱ書斎の机が一番当たり障りないか。みたいなのあったよね。シュシュシュ。あ、違うね。これが掴みたかっただけやな。ダメやん。下になんか板挟まっとるやん。カフェだからちょっと違うけど。この店冷蔵庫とかないねんな。間違えた。通り過ぎた。カットケーキ。リンゴタルトとかいいんじゃない？まあでもこんなもんかなぁ。壁にかけれるものないねんなぁ。窓自体がもうおしゃれだし。天井から吊るすのは、これここ飾るとどうなる？あ、いいじゃん。こんなもんでどうですか？あ、
ちょっと待って。欲しいのは全部あるね。よしよしよし。うん、完成しました。いえいえ。あれだった。はーい。そうだな、アンソニー。このままでもいいっちゃいいんだけど。貴族的な格好ってなんかあるかな。物が多くて探すのが大変。ドレス系はいっぱいあるけどね。泣くね。もう通り過ぎた。フィギュアのスカート、スカート、フィギュアの服でも着せとくか。ホテルマンはちょっと違うもんなぁ。これかわいい。リボン&ハートのニットワンピ。いつそんなのゲットしてたんだろう。このままでいいか、アンソニー。座ってもろって、なんかコーヒーかなんか出してくれない？アンソニー。出したくない？出したくないならいいよ。無理は言わん。ここら辺かな。はーい、できましたー。帰りまーす。はーい、ありがとう。ただいまー、帰りましたー。やったー、ありがとうございまーす。お、ついに、おー、おめでとう。ほう。はーい。はーい。はーい。お疲れっすー。終わりまーす。はーい。よし、じゃあ貯金を下ろして。とりあえず全額持つか。
ギリギリ。カチョ。はーい。ということで、よいしょ。本日はアンソニーのキャフェ作っていきました。こう、店先で食べるデザート、スイーツ。いいね。贅沢な感じがするね。で、そろそろイベント会場が設置が終わって、音楽関係者を、まあ、島に呼ぶみたいな感じなので、もうすぐエンディングなのかな。なんかあっという間だったような気もしなくもないけど。まあでも終わってからが本番のとこもあるかもしれないって。まあぼちぼち行きましょう。ということで、本日はここで終了。また次回をお楽しみに。バイバイ。ああ、しかし、代官山とか青山とかあんな感じなんだろうな。